2009年9月9日、今から約13年前に、漫画進撃の巨人は、別冊少年マガジンにて連載が開始されました。独特な世界観に魅力的なキャラクター、随所に散りばめられた伏線が読者のハートをつかみ、人気を保ったまま2021年4月に最終回を迎えます。そんな進撃の巨人は、連載開始当初から何かと注目を浴び、インターネット上の掲示板サイト、2チャンネル上で、早速スレが立つなど話題の的となりました。実はその当初のスレを今改めて見てみると、突拍子もない発想をする読者や、驚くほど的を得た考察をする読者などの、様々なコメントがあり面白いことに気づきます。というわけで今回は、進撃の巨人連載開始時の2ちゃんの反応が噛みすぎた、というテーマで、当時のスレを振り返っていきたいと思います。それではここから先は、最終話までの内容にも軽く触れていく可能性があるので、未読の方はご注意ください。別冊少年マガジンで連載中の、伊佐山はじめ、進撃の巨人について語るスレ。進撃の巨人第1話が世に出された後、インターネット掲示板サイト2チャンネル上では、別マガで新しく始まったこの漫画についてスレが立ち始め、様々なコメントが寄せられました。第1話を読んだ後の読者のコメントから順に見ていきましょう。この漫画面白いよね。今月のお母さんの最後の声を押し殺すシーンはすごいと思う。掲載順が気になる、人気ないのかな？2ちゃんでは面白いって評価多いから、不人気ではないと思うぞ。新人でこれだけ世界観を持って書けるのはすごい、絵なんて書いてや上手くなるしな。まずまずの高評価が伺えるコメントが続き、出だし好調のようですね。進撃の巨人は連載当初、作者自身も認めるほどの絵の下手さで、決して画力の高い作品ではありませんでしたが、コメントでもあるようにだんだんと絵が上達していきました。絵に対しての評価は低かったものの、それが逆に巨人の不気味さとマッチして、物語に引き込まれていった読者も多かったようです。なんかトップ10人はミカサとエレン以外、次回で全滅しそうな気がする。人類の生き残りって本当にあの街だけなのかね。世界探せば他のとこで生き残ってたりしないかな。やった人あんまりいないかもしれないけど、妖芸のフォールアウト3ってゲームの雰囲気を思い出したわ。巨人がスーパーミュータント的存在で。物語では壁の外には世界が広がっており、パラディ島は閉ざされた島国だということが分かったのは、マーレ編に入る少し前の86話あたり。壁の中以外にも人類がいるということをこの時点で疑う強者がいるなんて驚きですよね。2位は外観だけだと小物っぽいよな。でも2位はいいやつだと予想。これは訓練生卒業の際、上位10位以内に入った人物が発表された時のことをコメントしています。2位で卒業した人物といえば、みんな大好きライナーブラウンですよね。小物っぽいやいいやつだと予想されていますが、ご存知の通り、後に明かされるライナーの正体は、タックルで扉を破壊した、鎧の巨人であり、小物どころかむしろ大物、いいやつどころか裏切り者だったという展開が待っています。ライナーに対する予想が大きく外れているのは、今見ると逆に面白いですよね。ミカサは人造人間、エレンを片手で引きずり回した挙句最後は投げ飛ばした、エレンの父親が作った最終兵器彼女。これも面白いコメントですよね。ミカサの異常な強さを、人造人間や、最終兵器彼女、などの言葉で表しています。ミカサの強さの秘密が、アッカーマン特有のものだとわかるのはまだまだ先のことなので、この頃はそう思われていても不思議ではありませんね。また、この時は人類最強の兵士と謳われるリヴァイが登場する前だったためか、ミカサの活躍に期待する声が多く上がっていました。巨人、俺たちの進撃はこれからだ、になりそうで怖いな。1話のサブタイトルはどういう意味なんだろ？これは、ジャンプ漫画最終話の、ラストのようなセリフ落ちを恐れているってことですね。そんな浅い内容の漫画ではないということを、約12年後に知ることになるなんて感慨深いものがあります。また、第1話のサブタイトル、2000年後の君へ、という意味も気になっているようですが、それも、122話で10年越しに回収される謎です。当時はこんなに深い意味があるなんて誰が予想できたでしょうか。作者、伊佐山先生の凄さを再認識せざるを得ませんね。サブタイトルは現時点ではわからないよな。別マガがダメになってもアフタヌーンとかで続けてほしい。ところでウォールマリアを突き破ったのは普通の巨人だよな。その気になれば超大型巨人じゃなくても壁壊せるってことなのか？突き破る前のコマに、なんだこいつ武器が効かん、みたいなセリフがあるので普通じゃないと思う。硬いとか？第2話で鎧の巨人がタックルで扉を破壊したシーンについて、普通の巨人に見えたというコメントに対し、硬いのでは？と予想する読者もいました。全くその通りで、鎧の巨人は読んで字のごとく、まるで鎧のように硬い皮膚で覆われた巨人です。それゆえ、普通の巨人には効いていた武器も効かず、タックルで扉を破壊できたというわけです。なので、硬い、という予想は的を得ている素晴らしい考察であると言えますね。
1話のアルミンとの会話で、王政府の方針で外の世界に興味を持つのがタブーってのがあったけど、王様的に外の世界で見つけられたらまずいものがあるんじゃないか？巨人は王政府が作ってて、国をずっと支配し続けるための自作自演だとか。あと壁の外四方から壁の中の真ん中に向かって、それか逆に向かって、川が流れてるけど、川ってそういう流れ方するものかなとか素朴な疑問。巨人は王政府が作ってて国をずっと支配し続けるための自作自演、という鋭い読みが神がかってます。実際、王政編ではそのあたりを中心にストーリー展開していき、巨人の秘密を握る王政府の数々の隠蔽が暴かれることになりますよね。アルミンの何気ないセリフだけでここまで考察するのは本当にすごいです。母親を食ったあの巨人の顔に素で恐怖を感じた。そして母親が握りつぶされるシーンのリアルさがすごい。エレンの母、カルラを襲った巨人は確かに恐怖心を煽られますよね。しかしその巨人は単なる通りすがりの巨人ではなく、エレンの異母兄弟であるジークの母、ダイナであったことが後に判明します。こんなところに大きな伏線があったなんて驚きでしたよね。このコメントのように、ダイナ巨人の不気味さが強く印象に残った読者は多かったかもしれませんね。50メートル級の巨人があそこまで接近して初めて気づくとかどこのアホ集団だよ。あの世界には外を見張るという概念がないのか。つか、あの大きさの巨人が歩いてくるんだから、足音や地響きは絶対あるはずなんだよな。仮にそっちを見てなかったとしても、あの位置に来るまでに気づかないなんてのはありえなさすぎ。さすがに今月号の展開は無理がある。超大型巨人が登場した場面に違和感を覚える読者もいたようです。あれだけ巨大な生き物が近づけば、足音などで気づけたかもしれませんが、前触れもなく突然現れましたよね。これは、巨人の正体が人間であることの伏線でもあったわけですが、さすがにそこまで読める読者はこの時点ではおらず、巨人はテレポートができるや、何らかの特殊能力、などのコメントが多く見受けられました。超巨大巨人は薬か何かで巨大化した巨人だと予想している。あの水蒸気は巨大化時に消費したエネルギーが熱となって放出されているせいかと。3話の超大型の出現については117のように巨大化があり得る気がする。薬で巨大化はどうかと思うが、理由として、あいつだけ体表が人体模型のようになっている。骨格や筋肉の肥大化に皮膚の伸びが追いつかない。1、庭で蹴り一発で退散した不自然さ。壁一面を崩壊させることも余裕でできたはずなのにすぐに後退している。庭の後退の描写が、実は小さくなって見えなくなったとも考えられる。ここでも超大型巨人に関する考察が神がかっています。薬によって巨大化した巨人という部分は半分正確といったところでしょうか。超大型巨人だけがなぜか人体模型のような皮膚をしていることや、壁を破壊した後に姿をくらましていることから推測しており、すべて辻褄が合っています。結果、薬によって巨大化したのは巨人ではなく人間ではありましたが、見事な考察と言えますね。もともと巨人が住んでいたせいで人口増加や資源問題があるから、大きさを8分の1にしようということになった、いわゆる8分の1計画。8分の1計画は数百年の時間をかけて緩やかに行われたが、ある日、人を小さくする人間縮小機が故障して小さくなれず、そして知能もなくなり人を食べる化け物が誕生してしまった、そういう過去があります。こちらは巨人が誕生した経緯を考察していますが、とても面白い発想ですよね。まるで映画のようなシナリオです。エレンは主人公じゃなかったのか。この展開は衝撃すぎる。エレンさん、ガッツみたいにギフとかつけて復活してくれないかな。足を食われる程度ならまだしも、とりあえずミカサに期待。第3話のラスト、エレンがアルミンを助け自らが巨人に飲み込まれたシーンでは、多くの読者が衝撃を受けました。主人公が死亡する漫画は珍しいことではありませんが、こんなにも突然、しかも3話目という早々の退場は、完全に予想外です。コメントを見てもわかる通り、読者も動揺し、主人公が入れ替わるパターンや、実はミカサが主人公の物語だった、というコメントも見受けられました。親父のエレンに打った注射の中身がポイントだと思う。その1、巨人に対しての毒素、人間には無害、でエレンの血から巨人が吸収、次回で巨人から吐き出されるか死んだ巨人から生還。その2、再生能力を与える薬だった、巨人の再生能力と関連あり、巨人の腹をかっさばいて生還。どっちにしろエレンは生きてると思う。エレンが死亡したと思われるシーンで動揺が広がる中、冷静に考察する方もいますね。しかも、その2、がほぼほぼ正確なので驚きです。エレンがまだ生きていると信じる気持ちも素敵ですよね。食われた人間は生前の記憶がない巨人になって排出されたりな。父に打たれた注射によって記憶があるまま、エレンが巨人化して人類の味方になる話だったら面白いかね。巨大巨人とエレンが先祖と子孫だったら実に面白いけど、お前が考えたの1個も面白くないな。
食われた人間は生前の記憶がない巨人になって排出されたりな、という部分は、さながらゾンビ映画のような設定ですが、父に撃たれた注射によって記憶があるまま、エレンが巨人化して人類の味方になる話、は的を得てますね。それに対するコメントで面白くないと言われちゃってます。このコメントを書き込んだ方は、進撃の巨人を最後まで楽しむことができたのか気になるところですね。主人公は巨人さんだろ？巨人さんが人間滅ぼす漫画だろ？タイトルにも入ってるように巨人が主人公なのです。巨人が人間を滅ぼす話です。この何気ないコメントは、進撃の巨人の核心をついていますね。最終的にエレンが巨人の力を使って人類を滅ぼそうとする流れとなりますが、そんな展開が少しも見えてこないこの序盤に、このような考えが浮かぶなんて凄すぎます。巨人は元人間なのかな、やっぱ。回復力が異常とかってことは、当時の国王が研究させた不老不死の実験の副作用とか、早めにヤバいって気づいてないと、あんな壁の建設間に合わないよな。第5話目あたりのコメントですが、巨人の正体が人間という考えが出てきてますね。このあたりからは、進撃の巨人の人気が高まりつつあり、読者が増える中で様々な考察も出てくるので、その中の一つといった感じです。巨人が実はまんま人類で、主人公たちがちっちゃい説は出てないのね。誰かが冗談ででも言ってて良さそうなものなのに。逆に主人公たちの世界が小人だった説はありそうでなかった発想ですよね。巨人は知能があると思うぞ。知能がないなら壁ならどこでもいいはずなのに、で入り口である開閉扉を狙って侵入を図ったりな。壁ではなく扉を狙い破壊したことから、知能がある巨人の存在に気づくとは鋭いですね。しかし壁の中が全部巨人で埋め尽くされてることまではさすがに考えもしないでしょう。ラスト予想、結局、ミカサも巨人に食われるが、巨人として生まれ変わる。すでに巨人になっていたエレンと一緒に、家に帰る、めでたしめでたし。大胆にも進撃の巨人ラストを予想しています。エレンはこの時点で巨人に食われた後で、無事生還することをまだ知らないわけなので、ミカサも含め巨人化した上で一緒になると予想。本編の最終話とはかけ離れた予想ではありますが、ある意味ハッピーエンドで、これはこれで良い終わり方かもしれないですね。今回は、進撃の巨人連載開始当時の読者の反応を、2チャンネル上のスレを見ながら振り返ってみました。様々な反応が見れて面白かったですよね。あなたが連載当時、考えていた考察などもありましたら、ぜひコメントで教えてください。それではご視聴ありがとうございました。